ドトネ、エちゃん。第11週。つねこ。失業する。第62回。あらすじ。おりゅう、りんた、ようすけという3人が入ってきて、つねこを助けてくれます。警察署で事情を聞かれ、出てくると、おりゅうたちがいてマフラーを返してくれます。おりゅうは、職業婦人なんて男に媚び売って、お高く泊まった奴らばかりだと思ってたけど、変わったのもいるんだねと気に入ってくれたようです。森田屋へ帰ると、松が、この飲んだくれと叫ぶので、つねこは思わず、すいませんと謝ってしまいます。厨房へ行くと、松と総吉が喧嘩していました。総吉は、魚も手に入らねえ。米の飯は店で出しちゃいけねえ。あげくちょう。ひいきのご八様も潰れちまったと泣き出します。翌朝、トリス商事へ出勤すると、変な空気です。つねこが、何かあったのと聞きますが、ただは、顔を合わせようとしません。早乙女が呼びに来たので、山岸のところへ行きます。山岸は、単刀直入に言うよ。君はクビだ。警察沙汰を起こすような恥さらしな社員は、我が社には不必要だからだと言いました。つねこが、タダさんなら事情を知っていますと言うと、山岸が、そのタダ君が手を出したと言っているんだ。理由は、どうあれ警察沙汰を起こしたことには変わりないと、冷たいです。廊下で、つねこが、納得できませんと言うと、早乙女は、私たちの代わりはいくらでもいるの。女だというだけで軽く見られると言います。タダがやってきて、ごめんなさい。あなたと死どちらかが会社を辞めなければならなかったのよと山岸と佃との会話を聞いたと打ち明けました。ただが、あなたが私でも同じことをしたと思うわ。あなたならわかってくれるでしょと手を差し伸べてきますが、つねこは、それは仕方ありませんね。と言えるほど私は人間ができていませんと手を引きます。つねこは、私は、これからどうすればいいんですかと、窓に向かって泣き出しましたね。続く。